桶狭間の戦いの年、1560年、桶狭間で信長が破った相手、今川義元、信長が京都に入った時に要した将軍、足利義明、信長と浅井朝倉が衝突した戦い、姉川の戦い、姉川の戦いで信長と戦った武将二人、浅井長政浅倉義陰、信長に焼き討ちにされた陣、遠略寺、義明が京都から追放され室町幕府が滅亡した年、1573年、長篠合戦で信長が衝突した相手、武田勝頼、琵和湖藩に作られた信長の居城、安土城、 信長が実施した自由な商売を認める法令「落一令明智光秀に反逆され廃止した事件」「本能寺の変」「信長の政策を示すもので武力による天下統一を宣言した言葉」「天下布武信長に最も抵抗した権女の拠点」「石山本願寺」「石山合戦を仲介した天皇」「扇町天皇」「1574年に信長に屈服した一行一揆」「伊勢長島の一行一揆」「家康を破るも直後に病死した甲斐の武将」「武田信玄武田信玄が信長を破った戦い」「味方が腹の戦い」